さあ、あと10秒です。さあ。あ、ライブ初見、ありがとうございます。一緒に見ましょう。お。ザ・ポケモン・カンパニー。お25周年。おお。いいですね。ケーブル。トレード。お。わあ、懐かしい。アニメ。おお。これまでのポケモンの流れやな、これな。ああ、いいっすね。懐かしい。クソ懐かしいんですけど。これ、ピカチュウ元気で中。ああ、ポケピカ懐かしい。ああ、ピンボールも懐かしいね。振動でするやつ。ああ、出た。ポケモンスナップ。ああ、そう、やってた。これよ。そして、金銀。エボリューション。トリンカル。ああ、めっちゃ懐い。ああ、これやってた。モバイルアダプタ GB。やってた。あった、パネポン。あった、あった、パネポン。あった、これポケモンミニってあったわ。カード入りだ。やべえ、クソ懐かしいのばっかし出てくる。これはテンション上がる。ケーボー、ケーボー。ダブルバトル。あー、ポケモンカードいいですね。ファイアレッド・リーフ・グリーン。ここから無線通信ですよ。これ。お、DS! ダッシュとかあったな。ポケモンチャンネル。あー、ポケモンチャンネルとかあったな。あー、なんか見たことある、これ。さあ、ダイパ。ダイパです。みんな大好きダイパです。ここからね、一気に技術革新というかね。おお、やべえ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 、もう全部の歴史をやるつもりだ、これ。ああ、いいっすね。このアーケードのやつ、なんだっけ、目立っただっけ。ブラックライト。ムービーこの BGM ちょっと癖になるな。あ、オンラインカードとかあったの？それ知らねえ。やりたかったな、それ。あ、タイピング、あのキーボードだけすごい優秀だから持ってる。ああ、 AR。この後ろの BGM いいなあ。 XY メガシンク、メガエボリューション。アルフサファイア、オメガルービー。やばー、懐かしいね。ポッケン、ピカチュウが迫ってくる。出た。これ今でもめっちゃ人気よな、ポケゴー。あ、これあったわな、実際にポーズ決めるやつ。アニメ。さあ、もうそろそろ、もう最新ですね。コイキングあったわ。カスタマイズショップ、名探偵ピカチュウ。これしょんぼりピカチュウ、しょんぼりピカチュウ入れろよ。シワシワピカチュウ入れろ。そしてリモートバトル。そして現在だね、バーディー。
ポケモンスマイル。革命。あーこれちょっとだけあったわ。歴史が詰まってます。おスマブラの画面も出てきた。あポケスペー、ポケスペー。やばい、もう手を広げすぎている。いやーこれ見ると本当世界中の人に愛されてるなって思うよね、ポケモン。ああいいですね、25周年です。あれカフェミックスちょろっと映らなかったっけ。あ皆さん、あどうも、どうもどうも社長。本日2月27日はポケットモンスターシリーズの原点でもあるポケットモンスター赤緑が日本で発売された日です。いい、はい、ポケモンの誕生からなんと25年が経ちました。はい、世界中のトレーナーの皆さんに支えられ、ゲームだけではなく様々な形で皆さんとこの25年を、俺ぶっちゃけディズニーに一番近いのポケモンだと思ってるんやけどな俺結構。さて今日は最新情報を宇都宮さんからご紹介いたします。さあ最新情報楽しみですね。ん？こんばんは、株式会社ポケモンの宇都宮です。まずはじめにニューポケモンスナップの最新情報をご紹介します。遊び方を1本の映像にまとめましたので、ポケス泣きます。まあまずはね、すでに発表されているタイトルの最新情報です。いやー楽しみですねこれも。ニューポケモンスナップの世界へようこそ。ここはレンティル地方。レンティル地方、君はこのネオワン号に乗ってジャングルや、これは64の時01号じゃなかったかな。海の中など様々な場所で暮らす。いやーもう64の時に比べたらめちゃめちゃ画像が綺麗だな。まあ当然なんだけど。研究している鏡博士や調査隊のリタ、フィルもサポートしてくれるから安心してくれ。あトイコンあり得る。早速調査へ出かけてみよう。野生のポケモンのなかなか見られない仕草や表情を発見できるぞ。かわいい。お、アローラライチュウが。アローライチュウ。こっちにはシャワーズクワリングを投げてみようか。食べてる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 。チャプターチャンス。いいですね。まこの辺は変わってないやな、こういう基本は。バンちゃん。アンギラス。バンちゃん質感すげえなこれ。カイロス。音楽を鳴らしてみよう。ほうほう。ああ、かわいい。ほうほうが喜んでるな。さらに、博士が開発したイルミナオーブがある。イルミナオーブ。使うと、え？どんなポケモンも輝き出すんだ。え？なにそれ、バイオメ。あ、なるほど、バイオ狙うのね。うまく使って自分だけの一枚を撮ってみよう。撮影した写真は、おーいいですね。見てもらおう。おー星4、珍しい姿が撮れたな。いろんな様子を捉えてフォト図鑑を埋めていこう。おーいっぱいいるね、エイパム。さらにだ、撮った写真これはこうもできる。これはいいね。あーそれいいな。フレームも使ってお気に入りの写真をさらに素敵に。ああそれはいいですね。君の渾身の一枚みんなに見せたいよね。見せたい。気持ちはよくわかる。そんな時はオンラインで遊ぼう。まあね。渾身の一枚をアップしてみんなに見てもらって。まあそれは世界中の写真を見やるよね、そういうこと。そりゃ。ピックアップされてさらに注目されるぞ。今の時代はそういうことするよね、そりゃ。写真を撮りに行きたくなるな。さあ。いよいよ冒険する日が近づいてきたね。レンティル地方にはまだ見ぬ島やたくさんのポケモン。トランセル硬くなる。しっかり準備して出発しよう。メガニュームちゃん。おっと、あ、セレビーちゃん。ポケモンセレビーか。セレビーちゃんかわいい。レンティル地方が君を待っているぞ。
セレビー今回のラスボスじゃない？いかがでしたでしょうか。時渡りでワンの世界に行けたりしたらいいな。発売を楽しみにお待ちください。あと2ヶ月ぐらいですね。次はポケモンデーを記念して行われている取り組みを紹介いたします。ポケットモンスターソードシールドでは巨大マックスしたピカチュウが登場する特別なマックスレードバトルが開催されています。いわゆるデブ中ですね。ポケモンカフェミックス。カフェミックス。ログインすると金のどんぐり2500個がもらえるキャンペーンを実施しています。あ、すまん。カフェミックスもうやってねえや。ポケモン関東セレブレーションを開催中です。伝説レイドバトルではフリーザー、サンダー、ファイヤー、そしてミュウツーに挑戦できます。逆に田舎の人はやらないよね。ではついにガラル地方のチャンピオンダンデがリザードと登場します。ダンデマリーネズさんも来てるんやけど。まあ、お楽しみください。ちょっとマリーちゃんの声がね、あまりにもちょっと。ポケットモンスターシリーズについての情報を知らせいたします。お、こちらの映像をご覧ください。お、大バカ、大バカ。あ、お、どこまで遡る？お、これは、これは。これ来たんじゃないの？これダイパでしょ？これめっちゃ見たぞ。ダイパだ。ついに来たか？ついに来たか、おい。ダイパ来るか？ついに来た！ついに来た！わ、そんな感じ？ダイパだ！うおー、すごいデフォルメされてる。ダイパ来たね。あ、ヒカリちゃんかわいい。ほら、もうこれでダイパリメイク、ダイパリメイク言ってた人たちも、ちょっとはおとなしくなるでしょう。いいですね、ダイパ来ました。割と結構まんまやな。で、バトルになったら闘神上がる感じやね。トレーナーは。ああ、いいですね。いいですね。おお、あの、このディアルガとパルキアが合体したような。ブリリアントダイヤ。シャイニングパール。かっけえ。ああ、今年の冬っていうことは今年の目玉ですね。これが。ついに来ました。探検セットあったね。探検セットなんかオンラインで繋いで大人数とかでやりたいな。これプラチナ？あ？お？え？え？え？それは神王地方がまだ大自然に包まれていた遥か。なんかモンスターボール古い。村は往来する人々で賑わい。山や海ではポッチャマポケモンたちが生き生きと玉探し。ポッチャマいるからすごく神話っぽいけど、え、これポケモンコロシアムとかそういう系の、あれこれ主人公、あれこれヒカリちゃんやで。え、なんで急にそんなスニーキングにミッション始まった？え？これは何ですか？これは何ですか？な、すげえオープンワールドっぽいポケモンやってるけど、何これ？ヒカルちゃんかわいい。御三家、え、ごちゃごちゃだけど、これ。え？あれ？御三家ごちゃごちゃやな、これ。モンスターボールが古いんだよな。昔の話やな。え？これなんか超えてくものをオープニング。あ！これアルセウスさんでしょ！アルセウスさんや！世界救った！
アルセウスさんや。あ、ポケモンレジェンズアルセウス彫刻の時空へ。何これ。本日は新王地方を舞台に繰り広げられるポケットモンスターシリーズの新たな作品を2つ発表いたします。はい、まずは15年前に任天堂 DS で発売した。もう15年前か。ポケットモンスターダイヤモンドパールのリメイク作品ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパール。シャイニングパール、ただダイヤモンドとパールの文字はそのまんまなんよね、これ。いやー、これは世界中の人が待ち望んでいたことでしょう、本当に。やべ、これ投資かわいいな。開発はポケモンホームにも携わる株式会社イルカが担当し、イルカディレクターはイルカの上田雄一、そしてダイヤモンドパールのディレクター株式会社ゲームフリークのマスダー。マスダー。舞台は多くの神話が語り継がれ、天眼山が中央にそびえる緑豊かな。あー、水の描写すげえ。そうだね、もう結構原作まんまやな。もう一度冒険する。あ、ドーンってね、不安定。主人公はナエトル、ヒコザル、ポッチャマの中から一匹。いや、結局ヒコザルだったんだよな俺。本作ではかわいい。ダイヤモンドパールに登場したポケモンたちとかぶり、かぶりやす。新王地方を旅したことがある人もまだしていない。いやー、いいですね。ダイヤモンドパールの物語はそのままに。高い天眼山越えて行こう。あー、これ探検セットのとこ。探検セットどんぐらいパワーアップしてんのかすげー楽しみやな。いかがでしたでしょうか。めちゃめちゃ化石掘ってたで。ブリリアントダイヤモンドシャイニングパールは今年の冬に世界同時発売予定です、うん、懐かしくも新しい新王地方の冒険にご期待ください。まあ今年の目玉なんかな。ブレワイ2は今年出さんのかな。ポケモンレジェンズアルセウスをご紹介します。ポケモンレジェンズアルセウスは、うん、こっちが気になるな。ポケモンの新しい挑戦です。これまでのシリーズの枠を超え、皆さんに新たな体験をお届けしたいと考え、現在株式会社ゲームフリークが開発を進めています。なるほど、こちらをご覧ください。モンスターボールがちゃんとできる今の形になる前の時代やもんな、完全に。でも光ちゃんとかはあれなんだ、ご先祖様っていう設定なのかな。ゲームの舞台は遠い昔の新王地方、うん、中央には天眼山がそびえ立っています。あー、やっぱ天眼山や。ポケモンは過酷な自然環境のもとありのままに過ごしており、うん、皆さんのよく知る新王地方とは異なる生態系が広がっているようです、うん。この土地を調査するために各地から人が訪れ、村は賑わいを見せています。村、そしてこの3匹、木炉、日の嵐、水丸、とある博士が様々な地方で出会い、一緒にこの地へやってきた。世代がバラバラや。金銀サンムーン。あー、光ちゃんかわいい。1匹を託され冒険に出かけ、主人公は村を起点に様々なエリアへ出かけ、初めてのポケモン図鑑を作ります。初めてのポケモン図鑑。野生のポケモンはこの時代でもモンスターボールで捕まえることができます。でも隠れてないとあかんかった。あ、バトルはポケモンバトルに挑戦することも可能です。バトルは割とまんまなのか。アクションとバトルを駆使してポケモンを捕獲し、図鑑完成を目指しましょう。なるほど、アルセウス。そして今回のタイトルに関されるのは幻のポケモンアルセウス。世界のすべてを生み出したと言われるアルセウスはどのように冒険に関わってくるのでしょうか。おお。アクションと RPG。あ、すげえ、本当アクション要素も多いな。冒険があなたを待っています。ポケモンレジェンズアルセウスは
来年初頭に世界同時発売の予定です。初頭。懐かしさが蘇るポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパール、新たな挑戦であるポケモンレジェンズアルセウス、新王地方での全く異なる2つの新しい冒険が始まるその時を楽しみにしていてください。まあ同じ地方だから同時に発表したんやろな。25周年を迎えたポケモンは皆さんにさらに楽しんでいただけるようにさまざまな挑戦を続けていきます。ご視聴ありがとうございました。あ、もう20分経ったの？あ、早いね。早かったね。おー、これはこれは。なるほどなるほど。まあ、全世界待望のダイパリメイク来ましたよ。ええ。ダイパリメイク来ましたよ。これさ、ダイパ、このリメイクが来た時のところだけコメント出していい？リアルタイムで視聴してた人たちの。多分ニコニコのコメントみたいに流れると思うんやけどね。ファイヤー、そしてミュウツーに挑戦できた。あ、来た。これ YouTube の画面ですけども、こうやって、ちょっと、機能を設定すると、こうやってニコニコみたいに流れます。ちょっとこれでさ、ダイパ来た時の、ダイパはよ。ダイパはよ。ちょっとここ、ちょっとこの、ここで、ここだけコメントみたいな。まあちょっとねラグがありますけどコメントと来た来た。来た。ついに来た。マジできた。だねこれ、グラ退化してないとか言ってるやつ、何？なんかソードシールドみたいなグラフィック期待してたの？リメイクで？それはちょっと、それはちょっと高望みしすぎなんじゃないの？遥か昔の話。村は往来する人々で賑わい、山や海ではポケモンたちが生き生きと。まあでもなんかすげえこれオープンワールドっぽいよね、これ。これオープンワールドなのかな？オープンワールドのポケモンみたいな感じなのかな？うん、俺も最初信長と思った。
まあ多分これやったらアルセウス手に入れることできるんやろな、持ってなかった人も。そんな気がする。すごいな。ゲームの方でポケモンの名前がそのまんま出るのは結構思い切ったな。だってあの書き方マジ、どっちかというとポケモンの映画の書き方やで、あんなの。ポケットモンスターダイヤモンド、パールのリメイク作品、ポケットモンスターブリリアントダイヤモンド、シャイニングパールのご紹介です。まあだからあのグラフィックなんか投資上がって本当剣盾みたいな感じになると思ってた人がまあ一定数はいたんやろうね、うん、でもそういう人たちってさ、変えれば変えるほど文句言うくせにね、絶対。ポケモンホームにも携わる株式会社イルカが担当し、そう BGM いいんすよね、ダイパは。あでもそうか、今回そのダブルスクリーンじゃねえからあれか、下画面に時計とか歩数計とかは映せないのかな。マスだみんなマスだ言うてる。一緒に冒険を楽しむことができます。新王地方を旅して、剣盾みたいにしてほしかったっていうのは本当違うと思う。それは違うよ、本当に。新しい冒険の始まりを楽しんで。ゼルダの本当夢を見る島みたいな感じになってってるのがいかがでしたでしょうか。いいやんね。ブリリアントダイヤモンド、シャイニングパールは今年の冬に世界同時発売の予定です。懐かしくも謎の場所行けるのかな。続いては四天王最初の部屋で扉に向かって波乗りするやつ絶対出てくるぞ。ポケットモンスターシリーズの新しい挑戦です。これまでのシリーズの枠を超え、皆さんに新たな体験をお届けしたいと考え、コンテストあるんじゃないのかな。割とそのまんまリメイクみたいな感じだからあると思うけどな。ダイパ銀河団だっけ。銀河団だった気がする。昔の神王地方、中央には天眼山がそびえ立っています。ポケモンは過酷な自然環境のもとありのままに過ごしており、皆さんのよく知る神王地方とは異なる生態系が広がっているようです。この土地を調査するために各地から人が訪れ、村はにぎわいを見せています。そしてこの3匹、木狼、日の嵐、みじゅ丸、とある博士がみじゅまるは主人公は博士から最初のパートナーとして一匹を託され、冒険に出かけます。主人公は村を起点に、あれみじゅまるってどこの御三家だっけ。ポケモン図鑑を作ります。日の嵐は金銀でしょ、木狼は三文や。ポケモンバトルに挑戦することも可能です。アクションとバトルを駆使してポケモンを捕獲し、図鑑完成を目指しましょう。ブラックホワイトだっけ。そして今回のタイトルに関されて、そうだったような気もする。アルセウス、世界のすべてを生み出したと言われるアルセウスはどのように冒険に関わってくるのでしょうか。アクションと RPG が融合した新しい冒険が
あなたを待っています。こっちも気になるね。これどういう感じになってんやろな。ポケモンレジェンズアルセウスは来年初頭に世界同時発売の予定です。なんかレジェンズっていうぐらいだからアルセウス以外も出てきそうな気がするけどな。新たな挑戦である。